それとね、もう岡田の話はもういっぱいあってね、あれ2回ぐらい監督をすっぽかまされたでしょ。監督になる前に。あ、そうなんですか。うん、最初は星野さんに変えられて、あ、その次はノムさんに変えられて、あ、でその時はもうすでに監督っていうんでみんなでこうしてた。あ、ただもう直前に降ろされて、はいはい、だそれもまたねきついよな。いろいろだからね、まあ、監督って言われていろいろ経験してるんですよね。いやだからすごい経験してるんだよ実は。みんなあんまり知らないけど。そうですよね、うん、だからああいうもので何もスパイ街道だけで来たんじゃなくて、うん、めちゃくちゃこのなんていうの、あのひどい目にも遭ってるしね、うん、でもね、うん、それでいてやっぱり自分の言いたいことをまた言うじゃないですか、うん、そうあれが岡田の良さだと思うんですよね、うん、そうそう、やっぱりみんなおとなしくなってしまう人が多いじゃないですか。あのね、評論家になったでしょ、はい、あのオリックスやめないというこ、はい、であの時になんかはあの関西のやっぱ解説ばっかりしてたじゃん。そうですね、新聞はデイリーかな、うん、で結構阪神のことをビシビシそう、あの解説の時かなり厳しい言ってた、ね、コメントしてました。だからまあ誰とは言わないけど、はい、あの某あの球団社長がね、はい、俺にね、はい、甲子園でこそこそってきて、はい、あの口をもうちょっと黙らせてもらえませんかって俺に言ってきたからね。いやまあ言っときますよって。しかしそれは俺が言えるかみたいな。まああれは球団に対してっていうことよりもじゃないよ。現場のね。あいつがね、野球のことについてですよね。あの偉いのはね、うん、あの野球はね、やっぱりちゃんと、はい、あのしたいから言ってるんだと。いいものはいい。いい悪いものは悪いっていう、ね。そう、はい。だからその精神っていうかね。はい、まあ、そういうのはこう公平じゃない、なんか気持ちが、ね、そうだと思います、気分が、はい、まあ、そんなことで、まあ、岡田人物像っていうのは、はい、なかなかみんなね、わりかたつかみきってないところあるから、ね、俺たちはまた違う、ね、見方しても、まあ、そういう意味ではあの選手の見る目も、うん、あの本当にあの平等に見てるな、うんうん、いい人はいい、そうダメなのはダメっていう、そう、まあ、一つ納得かなのはあのノイジーの使い方なんですけど、ノイジーな、あれどうよノイジー、いやチャンスで打たないんですよ、打たないだろあれ、もう年間ずっと見てますけど、俺ねでもね、はい、岡田流で言ったら、はい、あのドツボのやつはドツボで入れといて、置いとくんですか、置いとくんじゃないかっていうね、置いとくんですかねあれ、だからあのさっき言うように248でね、はい、勝てると、12の48で勝てる、で全部は無理だからドツボ置いとくと、6番も5番か佐藤も置いといて、はい、これ打てなかったら打てなかったしゃあないと、はいはい、いうようなちょっと幅が広いんじゃないかと、あ、まあ、それとも勝ってるわけですからね、勝つからね、はい、そうかノイジーな、ね、ノイジーだけはだから小野寺っていう、まあ、あんないい選手がおるんで、うんうん、この辺を育てるかな、あの岡田監督なんかね、うんうん、と思ってたんですけど、ノイジーはもう400打席以上立ってるんじゃないですかね、わそうなん、多分立ってると思いますよ、うん、これどう考えてるのかなと思いながらね、なるほどね、そこだけは僕は疑問なんですけど、うん、まあでもそのまあ大山が幸いこうがっちりしてるからいいけど、いい4番になりましたよ、ね、はい、だからまあちょっとノイジーのところはさ、いいんです、ね、三重線使ったりさ、はいはい、ノイジー使ったりするじゃない、はい、あそこの位置は、はい、まあでも全部無理だもんね、3、4、5、3とかのトータルで見たらすごくうまくいってますよね、うん、ほんで佐藤はどう、佐藤の使い方最初あんまり、いやひどかったですよ、結構冷たかった、冷たいかね、本当に打たなかったんですよ、確かにな、本当に打たなかった、そうあれかなりね我慢して使いましたよ、うん、使ったけど打たなくて、それでもねよく我慢して僕は使ったなと思います、うん、あれ去年ぐらいから悪かったよね、だって、うん、でもね、でも結局ね今の時点になったらね、うん、タイガースの打点をですね、そうなんです、こういうところをやっぱりいつも里輝はびっくり箱言っとったんですけどね、いつ開くかな言ってね、なるほどな言ってたんですけど、最近結局開いてきたって、開いてきた、最近ちょっとコンスタントに開き出したんで、うん、もうびっくり箱にはやめます、まあ、時々こうやってこう覗き見せてしてるとさそうあのいいところも見えるんだけど、やっぱり相手からしたら怖いんですよ、あのスイングは、あのこの前ね神宮かなんかで打ったホームラン俺解説したんだけど、すごいでしょ、やっぱりね他のやつと違うね、すごいですよね、うん、あの当たって入っていく、はい、あのなんていうのかな、スピードが、うん、スピードがあるという、まあね、だからああいう魅力があるのはやっぱり嫌だもんね、嫌です、相手から見たら嫌だと思いますよ、まあ
いつ開くか分からないし、そう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 本当に、いやもうでも開いてきたもんな、なんだかんだ言うて、ここ行ってね、あれを岡田監督は最初キャンプでもなんかオープン戦でも詰めたかったよね、はいはい、まあ、でもあれやり方なんかね、それでも去年からね僕ずっと話を聞いててね、うん、あの一貫してるのは、いやもう佐藤は三塁でしか使いませんって言って、うん、で結局三塁で使いましたよ、うん、あそうだよね、もう一塁三塁決定と、うん、あんまり打たないんで他の選手ちょっとサード使った時期はあるけど、うん、悪いから外野も持っていくとか、うん、あっち行くしないんですよ、サードしか使わない、うん、守備も下手ですよ、そんなうまくはないですけど、だからでも我慢して使う、そういうところはもう徹底してるっていうかね、そうなんですよ、あの自分の信念だね、はい、使い方がもうちょっとは変えたらどうかなって思う時期もあったんですけどね、うん、でも結局使い切ったなっていう感じでね、うん、なるほど、これピッチャーのとこも、まあ、さっきも話出たけど、その村上、大竹、佐伯がね、はいはいはい、去年まで見なかったやつが、そうです、まあ、佐伯はちょっと出てましたけど、ね、ちょっと最後のは出たけど、はいはいはい、まあ、そこまではほら今年ほどやると思う、今年はね、だけどああいうやっぱり野球はピッチャーだっていうとこもあるやん、そうですね、監督としてありますね、やっぱり湯浅がね、最初抑え候補でいたけど、もうダメで、それで岩崎戻したんですけど、岩崎は去年よりいいですからね、そうだよな、去年よりも全然いいですね、あれずっと点取られてなかったんだよ、そうです、この前1回9回に3点取られて、そう、逆転負けしましたけど、あれまでは全然、そうですね、ずっとゼロ、どっかのチームなんてもう5点台だからね、防御率が、あれ打たれるまで勝ちゲームに、あれ打たれるまで 0.77 か、ああそうだね、1点なかったぐらいの防御率でしたからね、だからあのリーグのピッチャーもみんなから、まあ、いい、あれような防御率でね来てますよ、うん、あ本当に、まあ、数がおるっていうのも一つあるんですけど、ね、そうそうそう、それもある、はい、だからうまいことはやっぱりね、はい、で先発ピッチャーもまあ長くね、そうなんですよ、完投させられるし平気で、悪くても他がまだ試してみようかっていうピッチャーがいるんですよね、うん、いやそうそうだな、西純也なんか今、あそうか、今入ってませんからね、ローテーションに、うん、あそうやってでも今だから言えるけど、はい、シーズン前に阪神優勝って言うした結構いるよな、でも、いやもう関西は結構いるよな、あのどう考えたら僕ら忖度なしで今回はそう思いました、あ本当は、はい、今までの、 あの解説者みんな忖度だね、阪神、いや僕そんなことあんまりしないんですけど、いやいやもうあの阪神なんか関わりあるの、まあ江本さんの場合はすごく分かりやすいから、うん、それはそれでいいんですけどあのいや俺も忖度はあんまりしないするつもりはないんだけどまあ気はつくよね、まあ、ちょっと忖度したのは僕はドラゴンズですね、なるほどな、ちょっとうまくいったらという前提でね、いろいろサインと、ということは阪神ヤクルトですよ、ヤクルト、いや結局ね、うん、まあ、ヤクルトはあんなにずっこけると思わなかったんで、いやそれはみんなそう思った、はい、だって3連覇するんじゃないかってみんな言ってるやつ、ね、やっぱ一気に来ましたからね、今だから村上が去年56本でしょ、はい、ということはもう 20本以上足りないもんね、そうですよ、半分ぐらい、それは勝てないよ ね、去年それで勝ってきてるんだ、はいはい、だけどそりゃ予想はね、まあ、多少目減りはするだろうけど、あそこまで悪くなると思わないけど、あれどう村上見てバッティング、まあ、去年があまりにも結果が良すぎたんでちょっとプレッシャーかかったと思いますよね、だから成績がいいとそこが基準になってしまうから、ね、だから毎年三冠はないですからね、それはないのでいくらなんだ、はい、だからその辺のまあ対応の仕方とか ね、 そうですね、まあ、ヤクルトはこける原因は、はい、まあ、あと先発ピッチャーもそうだしマクガフがいなかったしね、マクガフ、あれに変わるっていう、まあ、今あの田口が投げてるって言うけど、ね、うん、結局あの1位にいてもね、はい、リーフの、 あの抑えの1位にいてもチームはやっぱりいかないよね、反映しないよな、そうですね、だから田口が結局抑えることは、うん、そこを田口の前のポジション誰するかっていうのになっちゃいますからね、清水がちょっときつかったですよね今年はね、